ジョルディ・コディーナ・ロドリゲスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ出身のサッカー選手。カタルーニャ代表である。ポジションはゴールキーパー。バルセロナに生まれ、RCD s スパニョールの下部組織でプレーしていた2002年に、レアル・マドリードの下部組織に移った。カルロス・サンチェス・ガルシアとダビド・コベーニョがいなくなると、コディーナは、レアル・マドリード・カスティージャの政治 k を奪取。第 2GK に、 アントニオ・アダンを第 3GK にキコカシージャを従えてキャプテンにも就任した。2005から06シーズン、セグンダー・ディビジオンのスポルティングで基本戦でプロデビューし、2006から07シーズンはレギュラーとして38試合中35試合に出場した。2007年夏にトップチームに昇格し、イケル・カシージャスとリバープール FC から遺跡のイエジード・ドデクに次ぐ。 第 3GK のポジションを得た。すでに2007から08シーズンのリーグ優勝を決めた。後の2008年5月11日、レワンテユーディー戦でトップチームデビューしたが、トップチームでの出場機会はこの1試合にとどまった。レアルマドリードとの契約満了に伴い、2009年7月2日に、マドリード郊外に本拠地を置くヘタフェ CF と3年契約を結んだ。 レアル・マドリード・カスティージャ時代の恩師である、ミチェル監督と再会。2009から10.2010 10から11シーズンは、アルゼンチン代表のオスカル・ウスタリとレギュラーの座を争い、ウスタリの負傷などもあって、マドリード時代よりも出場機会を得た。2015年6月10日にキプロスリーグのアポル、ニコシア移籍。2016年1月7日には、 パフォース FC へ6ヶ月間の期限付き移籍。ありがとうございます。